What's up, everybody? ということで、第4月曜日9時から、こんなやみダンスチャンネル、本日も1時間お付き合いください。こちら、北千住にあるシーウェブスタジオより生放送にてお送りしております。さて、このこんなやみダンスチャンネルなんですけれども、私、アーティスト、ダンサーでして、この私がですね、面白いと思ったロケをしたり、あとは情熱を持って仕事してるなっていうゲストを呼んだりしている、そんな番組になっております。今回はですね、皆さん、私久々に飛行機乗って札幌イエーイ行ってまいりました。めっちゃ久しぶり。何気に札幌はですね、よくお仕事で前は行ってたんですけど、やっぱコロナ禍で飛行機すらにもね、なかなか乗れない中で、数えたらなんと5年ぶりになってました。でもすっすごいね、久々のね、札幌はね、楽しかったです。私はね、いつもすすきの、ほんとど真ん中ですよね。こっちで言うと、なんだろうな、銀座とかになるんですか、新橋、わかんないけど、なんか飲み屋さんがね、わーっと集まっててね、すごい、もう朝までこう飲んだくれのね、街なんですけども、ネオン街がね、すごい綺麗にね、光り輝いていて、観光客がたくさんいてね、食べ物も美味しいし、素敵な素敵な、今日は札幌のロケをお送りしたいと思います。ですね、今日はですね、ちょっとその札幌のロケは遊びだけじゃなくてですね、私ご家庭に魚料理を普及しようということで、魚プロジェクトというプロジェクトをやっております。いろんな全国地のですね、魚の卸の場所に行って取材をしたり、こう情熱を持って仕事しているこう水産業の方々にお話を聞いたりとかですね、しているプロジェクトなんですけども、今回は札幌から、バスでだいたい2時間ぐらいあるかかる、新日高町という町にあるお魚屋さん、高槻商店の銀鱗さんに話を伺いに行ってきました。これはね、ちょっと後で V があるのでね、あんまりここでね、ちょっとわーってネタバレするとあれなんですけど、最先端ですね。ちょっと私は本当にびっくりしました。正直バスで2時間ってあれですよ、もう東京から新幹線乗ったら仙台とかね、青森に行けちゃうぐらい、そのぐらいの距離感なんですよ。北海道ってね、まあ、なんせ広いじゃないですか。なので、そこのね、正直こう、ね、大自然の中のこう、田舎の中にあるね、ちっちゃい魚屋さんなんですけど、あんなにね、こう、新しい施設を作って、最先端なことをやってるっていうのは、すごい私は胸にグッときて、今回はね、その素晴らしい、キッチさんのね、インタビューを後ほど後で、お見せできたらと思います。まずは、今日はですね、ちょっと札幌のワイナリーですね、これちょっと後でまた紹介するんですけど、ちょっと面白いワインをゲットしてきたので、そういう紹介とか、あとはもうやっぱ札幌といえばジンギスカン、ラーメン、スパイスカレー、あとは何気にクラフトビールもね、お水が綺麗なので有名なんですよ。なので結構食べたものとか、あとは地元のね、ちょっとスーパーに行ってこう魚とかね、こう地元のもの見たりとか、いろんなことがちょっと動画に詰まってるので、ぜひ見ていただけたらと思います。でちょっとね、動画の中で今回説明が結構ちょっと短めで、勢いでいやーって感じの V なんで、少し説明したいところは私がいやーって止めたいと思うので、そしたら少しコメント挟ましてください。では行きましょう、札幌系 V スタート。さてさて、やってまいりました、こんなやみダンスチャンネル札幌編ロケということで、1軒目はワインのワイナリーを回ってきたのでご紹介したいと思います。
数々のワイナリーを回ってきたんですけれども、一番のおすすめはこちら、八犬山ワイナリー。ぶどうの畑も見ることができました。すごい量のぶどうですね。いろんな品種がありましたよ。シラー、シャルドネ、ケルナ、メルローなどなど、ここからワインができていくんですね。素敵。はい、ここでちょっと少し挟みたいと思います。でもうね、私初回から言っちゃったんですけど、この八犬山ワイナリーさんで何がすごくおすすめかっていうと、ダムの熟成ワインがあります。で、私が買ったのは2019年と2017年を買ってきたんですけど、今日は2019年の赤ワインちょっと試飲してみたいと思います。で、何が違うかっていうと、あの角が取れるんですね。ワインの丸みがあるようなワインになる。で、あのダムとか、まあ、海中ワインとかもそうなんですけど、涼しいところで一定期間こう温度を保ったものだから、ワインクーラーみたいな、ね、にこう長期保存しているような感じになるんですよ。それが自然の気温の中で角が取れてくるので、すごいね、なんて言ったんでしょう、自然な丸みになるっていうか、ものすごいまろやかですごく美味しいんですよ。今日ちょっとね、これ少し飲んでみたいと思います。これですね、ダムワインって名前です。カノンズケールージュ2ってやつです。2019年、カノンズケールージュ八犬山ダムきますね。ちょっと赤ワインなので、やっぱりね、渋みがどうしても出てきやすいですよね。ちょっと見えますかね、色味なんですけど、こちらです。見えます、こんな感じで。はい、じゃあちょっと一口いただいてみたいと思います。乾杯。八犬山ワイン、うん、あ、まろやか。うん、どうしても赤ワインってこう渋みがね、前にこうグッと出てくるんですけど、やっぱりこう2019年からね、ずっとこう一定期間涼しいところで温度を保つだけあってね、本当に角がないんですよ、丸いワイン。私あんまり日本のワインはね、そんなに飲まなかったんですけど、今回北海道に行ってみて、こんなに北海道のワインは美味しいんだってことを気づきましたので、よかったら通販でも買えます。で、今回記載欄に今回行ったお店とか買える通販商品とか全部載せてあるので、そこ見ていただいて、よかったら通販とかお問い合わせしてみてください。八犬山ワイン、ダムワインでした。ちょっと飲んじゃおう。はい、ありがとうございます。じゃあ V スタートしましょう、どうぞ。次は札幌中央卸売市場、魚プロジェクトと絡めて競りを見てきました。朝5時から起きてすごい眠かったんだけど、市場の活気に元気いっぱい、たくさんの美味しそうな魚を見ることができました。札幌の魚は東京に比べると少し大きく感じたんですけれども、気のせいでしょうか。たくさんのマグロがありました。マグロ好きの私としてはもう天国、美味しそうですよね。あ、食べてみたかったな。そしてなかなか取れないウニも発見しました。今は利尻のウニがいいみたいですね。そしてこのカニ、すごい大きさ、美味しそうでしたよ。見てください、このマス、最初少し鮭と勘違いするくらい大きい魚でした。今度は場外、外の方にも行ってきました。カニ、ホタテ、野菜、旬のものがたくさん並んでいます。お値段はやっぱり場内に比べるとちょっと高いなと感じたんですけれども、すごく新鮮でした。川魚も食べたいということで、はい、ここでも少しコメント入れます。ですね、よかったらですね、こちらメールいただければ、質問とか何でも答えるので、よかったらください。で、その際に必ず、こんなみダンスチャンネル宛てっていうのを書いて
ください。お願いします。あともちろん生チャットでも質問お答えできるので、よかったらチャットの方にもこうね、何でもいいですよ、質問とか、こうここでは言えないこととかいろいろあるかもしれないから聞いてください。ということで、この今回魚プロジェクトが結構ね、メインに近いぐらいで行ったので、このセリ場には絶対来たかったんですよ。で、本来はセリ場にはこういうね、セリのこうプロの方が持ってるこう番号みたいのがあるんですね。それがなければ入れません。今観光客の方は入れないです。ただ私は今回ちょっとつてがありまして、中に特別ゲストということで入らせていただきましたので、観光客の皆さん、これは勝手に必ず自分一人で行かないでください。私は今回きちんと許可を取って行っておりますけ、行っていることだけはご理解していただけたらと思います。でね、札幌のお魚はやっぱりこうあれですね、てか北海道のお魚はやっぱり北海道で取れるものが北海道産のものがすごく多いので、すごく新鮮でした。で、まあ地元のね、漁師さんとかにお話聞いたんですけど、やっぱり関東よりは少しやっぱり値段がお安いのかなっていう感じがしました。あとそうですね、思ったのは今回台風が来てたんですね。なのでいつもよりも湿気って魚が取れにくいね、湿気でちょっと魚量は落ちてました。なので本当はもっとね、ブワーッとこう種類も数もいろいろ並ぶんですけど、今回はちょっと少なかったみたいです。あとはまあね、いろんな影響があって、今は甲殻類ですね、ウニとかエビとかカニとかはちょっと今手に入りにくいみたいで、例年よりは値段が高めで、ちょっと種類が少ないね、ちょっと入荷がしづらい時もあるってことだったので、まあせっかく札幌に行ったらね、その魚介類、今言ったウニとかイクラとかカニとかエビとか、その甲殻類っていうのはね、結構今ちょっとお高めで、美味しいのは手に入りにくいみたいなので、ぜひよかったら食べてみてください。ということで次行きましょう。どうぞ。釣り堀にも行ってきました。なんと釣れすぎちゃって、私が行った時にはすでに魚があまりなかったようで、全然釣れませんでした。残念。札幌といえばスパイスカレーということで、スーパーをはしごしてお土産のカレーを見てきました。すごい量のカレーですね。スーパーに並んでるとは、さすが札幌です。面白いカレーを見つけたので買ってきました。こちらホッキカレー、食べてみよう。今回一番楽しみにしていました、シェフアン優勝大原さんのお店ロランジュフレンチです。コース食べてきました。食材もすごかったんですけれども、もちろん味付け、盛り付け、雰囲気最高でした。何より大原さん、とってもユニークな方で、楽しい話をたくさんさせていただきました。また次回来ますからね、よろしくお願いします。はい、ここそちょっと今回は私結構、はい、ここそ結構今回メインで来ました、ロランジュさん。シェフアンっていう全国ネットのテレビで、シェフのナンバーワンを日本ナンバーワン決めるっていう番組があったんですけれども、今回この札幌のロランジュ大原さんが優勝しました。もうね、優勝した瞬間に私はもうこの人の料理を食べてみたいということで、もう速攻予約を取って、飛行機ホテルを取って行ってまいりました。で、今回ね、ちょっと私やっぱ一元で初めて伺ったので、なんかそこでいきなり取材させてくださいっていうのは無粋かなと思ってね、他のお客さんもいらっしゃるので、やっぱちょっと貸し切りはどうなのかなって、こんなお忙しい時期にと思ったので、料理だけちょっと食べてきました。なので今回はちょっと情報だけと、ごめんなさい、私のこう感想だけになっちゃうんですけど、次回もし行く機会があったら、きちんと写真撮らせてもらったり、シェフのインタビューも撮れたらと思っています。ただ本当に気さくな方で、今回このご紹介することとか写真使うことに関してはもちろん許可をもらって、どうぞどうぞぜひ宣伝してくださいってことで、すごくね、優しい方でしたね。もう何より、そうだな、やっぱり食材がすごく良かったです。ハトとか、あっちでなかなか取れないハト使っていて、なんて言ってたかな、10名分しか取れないって言ってたので、その時ちょうど6名満席だったんですね。なんで6名全員と、多分次の日の4名とかなのかな、でも10名分しかないんですよ、だから今日ラッキーですよみたいな話させていただいて、すっごい美味しかったですね。で、食材のコラボレーションの仕方が、まあさすが大原さんだなと思ったんですけど、クロレラを使ったりとか、なんか普通じゃない食材でしたね。あとは少しこうアジア風なスープ、ちょっと辛みがあって、で、なんか色彩がすごい綺麗で、こうオレンジの中に
こうグリーンのオイルがこう浮いてて、もう見た目もねすごい綺麗なんですよ。で器とかもすごい綺麗ですし、で何よりもペアリングのワイン飲ましてねいただいたんですけども、すごい料理とねワインがまたマッチするんですよ。なのでもしロランジさん行くのであれば、まあ一杯一杯でこうねワインを飲むよりはもうペアリングで、ね、プロの方にお願いしてこう料理に合ったワインを飲みながら食べるっていう感じでぜひ行っていただけたらと思います。小原さんはシェファンで優勝しないその大きいトロフィー結構重いらしいんですよね。お店のこういうところにですねこうドーンって飾ってありまして、ケースに入ってて、もう触れないような感じ。もう、うん、もうタッチできない。まあ当たり前ですよね。なってまして。その前になぜかダウンタウンの松本さんのフィギュアが置いてあって。なんでここにあるんですかって言ったら、そうなりたいんで目標だと思って横に置いてますとかね。すごいね、ユーモアがある方なんですよ。正直ちょっと怖いのかなって思ったんですけど、まあこれはちょっと言えないんですけど、シファンの裏のねお話こうだったんだよあんだったんだよっていうお話をしていただいたりとか、まあ料理への思いですねとか、まあ素材をどう手に入れてるとかこういうふうに考えてると本当いろんなお話をねすごくしてくれて、すごく気さくな方でした。でフレンチとやっぱりドレスコードが気になると思うんですけど、カジュアルなカジュアルな洋服でいいってことで、別にこうドレスを着なきゃいけないとかハイヒール履かなきゃいけないっていうわけではなかったので、まあジーパンとかやっぱりダメです、サンダルとかねスラックスとかダメですけど、まあそれなりの綺麗な格好でいいぐらいだったので、あんまりこう肩肘クッて張らずにいけるっていうのはすごくいいなと思いました。ただかなりね人気のお店でちょっと予約はなかなか取れないみたいなので、まあ、もう札幌の方ももちろんなんですけど、今から観光で行く方とか、いやロランジュだけを食べに行きたいって方もなるべく早くロランジュさんの専門の予約サイトがあるので、そこから予約してみてください。そちらも今回概要欄に載せております。ということでロランジュさん、次回必ず行って次は写真撮るぞーってことで次行きましょう。どうぞ。ました。また次回来ますからね。よろしくお願いします。クラフトビール紹介もしている今内海ダンスチャンネルですが、札幌のクラフトビールワイナリーも回ってきました。月と太陽さん。札幌ならではのこちらハスカップビール、とっても美味しかったです。種類もこんなにあって飲み応えありました。札幌といえばジンジンジンギスカーンですよね。生ラム本舗さん、厚切りのラムとっても美味しかったです。もう一個楽しみにしていたお店が錦鯉長谷川さんのご実家美濃屋さん、行ってまいりました。とってもいいお母さんでした。また行かせていただきます。こちらは北海道限定ゴールデンカムイパッケージの札幌クラシックビールです。美味しかったですよ。パッケージ違うだけでなんか違うビールに感じましたね。ということで札幌ロケ詰め込みました。楽しかったです。また行かせてください。グッバイ札幌。はい、ということで第1弾は結構食べ物中心に、はい、行ってきました。でちょっとかいつまんでクッとなっちゃったんですけど、そうですね、このクラフトビールは東京よりもちょっとやっぱり価格帯が安い。で、すごく質が高いです。やっぱりこう、お水がいいっていうのもありますし、材料がいいっていうのもあったので、結構いろいろ飲んだんですけど、何でもこう、スイスイと飲めちゃいましたね。特にこのハスカップビールっていうのがね、有名ですよね。北海道、ハスカップ。ちょっと酸っぱくて、うん、すごく美味しかったです。この月と太陽さん。他にもちょっとね、回りたかったんですけど、ちょっとお酒ばっかり飲んでるとやっぱりね、倒れちゃうんで。今回ちょっとね、月と太陽ブルーイングだけだったんですけど、他にも結構いいクラフトビールの工房さんあるので、よかったら他にも行ってみてください。で、このゴールデンカムイのパッケージ、結構ね、人気あるんですよね。実は友達から買ってきてほしいって言われて、北海道でしか多分手に入らないやつなんですよね。パッケージが。ゴールデンカムイって漫画なんですけど、北海道が舞台になってる漫画で、そのパッケージが後ろについてるクラシック、札幌クラシックラガーなんですけど、それね、ちょっとね、買いたかったんですけど、荷物に私結構、こういうなんか液体めっちゃ買っちゃって、引っかかりそうだったので、申し訳ないですけど、今回はちょっとその液体系を買えない、ワインでいっぱいいっぱいだったんで、頼まれた人ごめんなさい、でも次行った時には買っていきたいと思います。で、ぜひね、お土産の方は多分パッケージが欲しい方すごくいるみたいなので、いいと思いますよ。あと、カレーも、スーパーのカレーの陳列の数が普通じゃないです。多分、東京のスーパーの本当にマジで5、6
5倍ぐらいあるんじゃないですか。でもちろんやっぱスパイスカレーが有名なのでスパイスカレーの素もありますし、その有名なカレー店が出してるレトルトとかで、実は冷凍もあるんですよ。これはね、次の新日高町で冷凍買ってきたので、それはちょっとまた後でお話したいと思うんですけど、クオリティがすごい高いのがね、結構食べれてね、マジックスパイスさんとかね、あっち有名なすごいカレー屋さんがあって、やっぱりそのレトルトだけじゃなくて冷凍で買えるっていう、なんかすごいやっぱりハイテクだなと思いつつ、やっぱコロナ禍で今お取り寄せグルメみたいなのが流行ってるじゃないですか。なので自分の好きなカレー屋さんの冷凍のレトルトがないかっていうのはね、ぜひチェックしてほしいと思います。あとはまあ現地に友達がいるなら、結構本当スーパーに手軽に手に入るような感じでカレーがとりあえずブワーって並んでるので頼んでみてもいいと思いました。でここですよね、こんにちは、誰でしょうということで、そうなんですよ、あの芸人の錦鯉の長谷川さんのご実家は飲み屋さん、居酒屋さんもやってるんですね。まあこれはもう有名だと思うんですけど、行ってきました。私も錦鯉大好きなんですけど、そもそもお母さんすごい私好きで、言ってる言葉とかね、どんな方なのかなと思ってちょっと行かせていただきました。あのね、率直に言うとですよ、正直最初少し怖かったんですよ。やっぱり毎日来るらしいんですね、東京からとか全国からとか、まあもちろん北海道から、錦鯉の長谷川さんの実家っていう、こうまあそういう感じで来るから、ご飯食べるっていうよりはなんか写真撮ってくださいみたいな、でインスタ YouTube はみたいな人が多いから、少しやっぱり気を張ってらっしゃった。でもう常連さん基本なんか、ま、毎日いるっていうか、そういうアットホームのお店なので、やっぱりこう行くね、異物ですよね、私からすれば。ちょっと他のよそ者の人が来るとやっぱり少し一瞬ですよ、ふってなるんですよ。でまあでもちゃんと話すると、あなんだ東京から来たんだとかって言って、いろいろこう長谷川さんのね昔話教えてくれたりとか、こう昔こんなことあったのよとか、なんかねこうおすすめの料理、すごく料理も美味しいんですよ。でお酒もすごいねこだわってて、冷たいままでキンキンに出してくれたりとか、でお母さんも結構ね飲むので、一緒にねこうビールとか乾杯して、ほんとわーとかって楽しみながら、美濃屋さんには本当になんと2回も行ってしまいました私そしてなんとボトルも入れてきましたもうまた来ますからって言ったら、もう名前を覚えてくれるということで、なので歩みってボトルを置いてきたので、もし札幌で美濃屋さん行った時に馬のね結構この大きいボトルで歩みって書いてあったら、私のボトルです飲まないでくださいね。でもすごくお店の雰囲気は本当に良くて、ね、そうお手頃なんですよね。ちょっとあんなに安く飲めて、美味しいご飯ものがいっぱい食べれて、でねお話しさせていただいて、最高の空間で、すごい時間いましたね。4時間ぐらいいた恐ろしいぐらいいました。なんかお昼も12時から2時までやってて、でまた1時間空いて3時から10時までやってるみたいなので、もう長い人はお昼からずっといる方もいらっしゃるみたい、そんな素敵なお店でした。皆さんまた行きたいと思いますので、お母さん待っててくださいね、イエーイということで、この第1弾はこんな感じで食べ物を中心にできました。あ、そうだ、すみません、ジンギスカンもねすごい美味しかったんですよ。でもジンギスカンは有名どころ、今回はまあちょこっと行ったんですけど、そこよりもこれちょっと外れてるんですね。札幌から電車で10分ぐらい、タクシーだと5分ぐらいなんですけど、ちょっと離れてるので、この生ラム本舗の住川店だったかな、そこのお店の厚切りのラムを食べてほしいです。ね、薄いのは結構あるんですけど、すんごいやつ、本当にこんなに4センチくらいかなあって、なかなかね焼けないんですよ。で骨付きのラムもすっごい分厚くて、もう1枚がこんな大きいから、もう1枚でお腹いっぱいになるぐらいすっごい美味しかった。もうそれをね食べに行く価値ありますね。まあそんなに遠くはないじゃないですか、電車でね10分ぐらいだから、この生ラム本舗さんにも行ってほしいです。まあこれも概要欄につけておきますね。ということで本当に楽しかったですね。また行きたいなと思っておりますし、また絶対に行きます。でここからが、さて魚プロジェクト本番です。本当ちょっとこの最先端のね技術、あとこの職人としてのね、ここの心意気、今回取材できて今までちょっと一番感動したかもしれないです。ちょっとこの部位をぜひ見ていただきたいと思います。どうぞ。ご家庭に気軽に魚料理を取り入れようということで、魚プロジェクト、今回訪れた町は新日高町。
そう、実はサラブレッドの街でもあるんです。すごい自然豊かなところでした。札幌からはバスで2時間、ちょっと遠かったんですけれども、ぜひ行っていただきたいです。こちらの湧き水とっても美味しかったです。ランチのチラシも最高でした。そしてこのスパイスカレー、お店がお休みだったのでレトルトを買ってきました。美味しかった。今回の魚プロジェクト取材のお店に着きました。高槻商店さんです。最先端の魚の技術を見ることができました。素晴らしかった。お店もいろいろな種類の魚、加工品置いてありましたよ。お店は大きくはないんですけれども、種類が豊富でした。いろいろ買ってきたので、試食したいと思います。普通のマスとは何か違うんですか？これですか？特別な手当てがしてあります。どんな手当てですか？これですか？はい、これはあの温度帯も気をつけてあの仕込み入ってますし、うん、あとはこのエラの取り方なんかも全部残さないように取ってたりとか、あと血の処理なんかももう見ての通り白い石からハラスの血もしっかり抜いて、うん、ここまでこれ冷凍物なんですよ。ゲートものでこんだけの色を出せるのってなかなかないと思います。ここからは海に囲まれた素敵な作業場に連れて行ってもらいました。素敵ですね。ここからは店主の堀田喜一さんにインタビューをしてみたいと思います。設備や仕事について聞いてみよう。水槽なんですか？はい、もうここ の, あの水槽は日本で1台しかないあの水槽なんですけど、もうこれ低活性水槽って言いまして、もうお魚の活性をどんどん下げていってリラックスさせるような水槽になります、うん、じゃあなぜそのリラックスができるかっていうと、酸素供給量、塩分濃度、そして温度帯をどんどん徐々に下げていくことによって、このお魚のリラックスした状態を作ることができます。あのこの水槽の中で長期間住むことができない魚類はいますか？はい、代表的なのがイカとかタコ、そして、カニもダメです。で、川に帰るお魚っていうのもダメで、鮭とかマスが代表です。でその鮭マスの話を例に挙げると、やはりその鮭マスっていうのは川水に触れた段階からもうスイッチが入って、子孫を残そうっていうスイッチが入るので、ご飯を食べないような形になりまして、生殖層が一気に発達するものですから、うん、身の油がどんどんエネルギーが生殖層の方に入ってくる状態になってくるんで、これでは向かないようにします。マイナス30度の世界です。はい、ここは人間でいうと体感何分くらい入れる？ここの今のね水槽、何がすごいかっていうと、魚がもう半永久的にずっとここに生きていられるんですよ。でこの環境を作り出すのがすごくもう大変で、まあ、これが本当最先端のすごい技術で、開発チームがいたみたいで開発したみたいで、今特許を申請中らしいんですよね。で何がすごいかっていうと、人間でいうとやっぱりこう気持ちいい時間、気持ちいい場所、まあ、例えばお布団の中にこう入って寝る瞬間とかすごい気持ちよくないですか？まあ、例えば酸素カプセルの中入るとかね、ああい う, こう気持ちいい状態でこう動かなくていいんですよね。で魚ってやっぱり暴れれば暴れるほどやっぱり疲れて疲弊して、まあちょっと体力消耗するので、その分寿命が短くなっていくんですけど、このずっとこうねお布団の中にいるのずっとこう気持ちいい時間がずっとこうやってゆらゆらって続くんですって。なのでお魚がこうずっと疲れない環境にいさせてもらえるので、この水槽の中だとずっと生きてられるっていうすごい空間なんですよ。で私もね実はねお魚家で飼いたかったんですよ、この海のお魚ですよ。でも海のお魚って取れてやっぱりこう活魚としてね買ったとしても海の水入れてもやっぱりなくなってしまうんですよ。どうしてもやっぱり寿命が短くなってしまうので、こう
海のねお魚って買うのが無理だっていうのは私はよく聞いてたんですよ。ただこの技術を、応用すればそういうこともできるんですよね。まあもちろんね、水族館とかはできるじゃないですか。ただあれをね、あのレベルの大きさだから魚が生きてられるって私は思ってたんですけど、正直ここのね、あの作業場もそんなにこう水族館ほどブワーンっていう設備じゃないじゃないですか、今見る限りでも。それでもね、あの水槽1個でその魚がずっと生きてられるっていう、まあちょっと詳しいことはね、お伝えできないっていう NG な部分があったんですけど、まあその秘密があるみたいで、その秘密をねすっごく苦労してやっぱり開発したってい こう裏話を聞いてね、私はじんときました。ここからねまだまだちょっと V があるのでよかったら見てください。どうぞ。マイナス30度の世界です。ここは人間でいうと体感何分ぐらい入れる場所ですか？いや20分限界じゃないですか。それ以上いたら鳥肌じゃ済まなくなっちゃいますね、はい、人間自体も冷たくなって意識も30秒も入ってらんなかった。コナバラの何万匹何百万匹の中の1枚がやっぱりご縁があって無事に来てるわけだから、もう尊厳のもとで締めてやらないと、尊重、命の尊重で締めてやらないといけないので、そういう大事なこの命と向き合うっていうところを大事に仕事してます。向き合う、魚と向き合うからこそその美味しいがあるっていう見解です。メタルっていうのが何の技術があってもしっかりとしたそのメンタル、どういう思いで仕立てるかの方が大事だよっていう考えです、うん、だから、職人さんに言われたのは、うん、仕立てる人が違えば魚の、持ち味だとかその伸びしろがやっぱり違うっていうのはよく言われる話で、料理の、世界でもやっぱりその、煮方焼き方が職人さんが変われば味が違うっていうのはやっぱりそこのメンタルの部分が少し関与してるっていうところだと思います。心臓が動いてる間は放血します。何分ぐらいですか？20分ぐらいです。その赤いの何ですか？これは電気を魚に当て込む機械です。でこれのすごいところはこれも3つ作用があって、まず見ててもらったら分かるんですけど、電気を送ることによって心臓を強制的に動かすことによって放血を促すことができます、分かりますかね、血出てるの。血を何パーセント残してほしいっていうご要望もこれによって叶えられます。完璧に抜くこともできます。もう一つは神経、脳天の神経を壊してます。最初の脳天締めで壊してて、
脊髄の中の太い、神経細胞も壊してますワイヤーで。これのすごいことはところは末端の神経細胞をエラーさせることができるんです。でそれは何がすごいかというとエネルギーの ATP っていうのが 100% に近い細胞になっているところの末端の神経細胞をエラーさせるってことがそれこそ、なんていうのかな、100% だから死後硬直だとかを自分たちで調整することもできるこの下点だと、でもう一つは元気はアニサキスにも効くんで、アニサキスがちょっと過酷な電気が走っているような状態です。なんていう名前なんですかその締め方は。これですか。はい、これは電気締め雷神です。はい、ということでこれちょっとコメントを入れたいと思います。見ました？今の一連の流れ。すいません、ちょっと魚がね締めるの苦手な方はちょっとこう塞いでいただいて、まあでもあのご家庭に来るまでに魚がどういう過程でねああやってさばかれて、まあ、切り身お刺身になってるのかっていうのを知っていただけたらと思いました。今の小学生はあのお刺身の切り身あるじゃないですか、あの四角いあれのまま海に泳いでるって思ってる子もいるみたいですよっていうぐらいちょっとやっぱり魚をさばく現場をね見る機会が少ないっていうのもあると思いますし、お魚がやっぱりね好きじゃない子もいますし、アレルギーもあったり、あとやっぱアニサキスがちょっと流行ってるからね、スーパーの切り身でも最近お刺身はちょっと敬遠しようかなっていうご家庭もあるのかなと思って、少しあのちょっとね残酷な場面もありましたけど、ああやって魚はさばかれて切り身になってるんだよっていうのをお伝えできたらなと思って今回ねさばいていただきました。でこのねキイチさんのすごく今いいことを言ってたんですけど、キイチさん元はねお寿司職人なんですよ。であの東京で修行なさってて、でその時にやっぱ美味しい魚でお寿司を握りたいっていう研究が今のこの魚屋さんになったっていうバックグラウンドとしてあるので、元は料理人なんですよ。なのでやっぱり魚の仕立てについてものすごく詳しくて、だからあの東京のねあのすごくちょっと言えないですけど星がついてるようなところにもお魚おろしてるんですよ。でその方とかもオーダーっていうのがやっぱり血は旨味っていう考えの方もいらっしゃれば、いや血はいらないゼロでいいんだよって方もいらっしゃって、まあそれはもう職人さんのね気持ち次第考え方次第なので、そのオーダーによって今みたいにこの血を残したり全部抜いたりとかしてるみたいで、なんかそこもすごくやっぱキイチさんならではできることだなって思いました。やっぱりね お魚屋さんだけだとやっぱりその残し方っていうのがちょっと分かりづらいと思うんですよね。とか多分これがこうやって熟成を4日目にして、このヒラメは多分昆布締めにして食べるんだなとか予想ねイメージがつくと思うんですよ。なので多分頼むシェフもすごくキイチさんならオーダーしやすいんじゃないかなと思って、多分、ね、そういう一流店からも今すごく重が入ってるんだなってことはすごく話してて思いました。でこのキイチさんが今こうね雷神ってやってるじゃないですか。であのすごくいいなと思ったのはやっぱアニサキス対策、あの電気を流すことによってアニサキスが100ではないんですけどやっぱ死滅したりとかするんですね。で今すごいアニサキスが増えてきて、なかなかちょっとスーパーの切り身の中にもいたりとかして、ちょっと食中毒が増えてますよね。で私もやっぱりこのねこういうあの仕事させてもらってて、もう絶対こう潰しが効かないね、お仕事休めのお仕事のやっぱり前日とかね1週間前とかはやっぱ生魚とかこうその当たるものはやっぱ食べないとかいろいろ気をつけてるんですけど、やっぱその中でねお刺身が食べれないって結構辛いんですよね、お魚好きとしては。ね多分同じ思いの方もたくさんいらっしゃると思うので、そういうアニサキス対策としてこのねライジンこの電気を使うというのはすごくいいなって思いました。なのでこれからねすごい普及するといいなと思ってるんですけど、まあこの購入先とかちょっと今回はね聞いてなかったので、よかったら銀人さんの、サイトですね、ホームページとあのインスタ載せておきます。そこで通販で商品も買えるので、まあ、情報キイチさん多分すごくまめな方できちんと連絡もくれるので、逆にこう私みたいに行ってこう、ね、工場行ってみたいとか、あとはこうシェアさせてくださいとか、まあ、もちろん商品買いたいですとかもう絶対快く受け入れてくれると思うので、ぜひこの、ね、高槻商店銀人さんインスタから見ていただいてダイレクトメッセージとか、ね、ぜひしていただけたらと思います。でこのキイチさん あのこの次なんですけどね、ちょっと食べるんですよね、あの仕立てたもので、そこの話に通じるのは誰が作ったか、ここそこどこ
感じなんですけど、あのね、誰が作ったかってやっぱすごく大事なんだって。でそれはやっぱり料理人さんは食べると特に分かるらしいんですよね。やっぱりこうキイチくんが仕立てた方が正直美味しいって言われることが多かったりするから、もう指名が来る、キイチさんがやってください。だからそれだけやっぱりこのキイさんのやり方、今のね締め方にすごくこだわりと、やっぱちゃんとありがとうって言って今すってね、脳に向かってバンって針を刺したんですけど、やっぱちゃんと感謝を、ね、命をいただくってことに対して責任を持ってちゃんと魚を仕立ててる、ここもやっぱなんか素晴らしいなと思ったんですけど、ただねプスってやるんじゃなくて、ありがとう、美味しく食べるねっていう、きちんと魚と会話をしてスッとやる。でこれは下手くそな人だと魚はすごく苦しいんですよ。一回で脳をねバッて壊してくれないと、やっぱりあの何やるにも苦しい。なのでも一発でちゃんとね締めてあげて、もう何も感じないようにしてから、こういう包茎血を抜いたりとかに、神経こうやってね、さっき見てこうやってスースースってやつですよね、ああいうのをやったりとかする。そこのやっぱ優しさ、まあ、仕事に対するこだわりがね、すごくこの一連の流れとして本当に素晴らしいなと思いました。でまあ当たり前なんですけど、魚ってやっぱりあの菌がつきやすいんですね。海ってやっぱ雑菌があるので、だから作業場もすごい綺麗なんですよ。まだできたばっかっていうのもあるんですけど、すごくね清潔感があってすごい綺麗なので、なんかここの魚だったら安心してお刺身でもなんかこう新鮮な感じで食べたいなって私は思いました。まあこれからあのね食のいろいろなものが出るので、もうねこっちしか食べれないすごいのね、今回ちょっとキーさん私のためにこう仕込んでくれたらしいので、ちょっと見てみましょう。続きどうぞ。魚をご試食させていただきました。こちらの塩島エビ、とっても美味しかったです。これがうまいです。ここがうまいです。どこが美味しいんですか？ここのエビの脳みそがある場所が一番うまいんですけど、まあそこからこうかじっていくと甘みが強いです。ご飯欲しいですね。そのご飯に合わせるのがこっちの殻だとか頭の部分ですけど、もう醤油が染み込んでるんで、これをこの殻お椀に移していただいて、お湯をかけるだけで上等な汁物、お吸い物ができるんですよ。最高。こちらのスモークサバ、とっても美味しかった。自家製なので味付けも抜群。さあここで、はい、ちょっとせっかくなので試食させてもらいたいと思います。であの V ではスモークサバね、スモークサバだったんで、今回はスタジオにスモークサーモンの方を持ってきました。どうでしょう、ね、自家製なのでね、あの工場のところでスモークねやってるんですよ。あ、配布とかも作ってて、なんか自社製品がすごく多いんですよね。甘エビの醤油漬けとか塩ウニとか、もう私もすごいいろいろ買ってきたんですけど、まだ全部食べれてないんですけど、スモーク系とハイボシすごい美味しかったです。じゃあこの、ね、自家製のスモークサーモン、ちょっとさっきのワインと一緒に行ってみたいと思います。もう飲む姿がバレてますね。家でこうやって飲んでるぞみたいなのがもうバレバレな図じゃあこのスモークサーモンいただきますね。いただきます。よし、じゃあ行きましょう。はい、すごい結構ブラックペッパーがすごいかかってますね。あ、香りがいい。いただきます。うん、うん、すっごい美味しいですね。あの塩味がちょうどいいです。うん、でやっぱり生臭さも全くないですし、ブラックペッパーがちょうどいいですね。やりすぎるとやっぱちょっと辛くなっちゃうじゃないですか。ちょうどいい辛さと塩味 で何よりも香りがいいですね。でサーモンってやっぱりこうちょっとね油っぽい印象があるんですけど、これすごいさっぱりしてます。うん、うん、美味しい。これは一気に食べちゃいますね。でここでワイン、
うん、おいしい。なんかあの魚だと白ワインが合うじゃないですかっていう印象ですよね皆さん。実はこういうスモーク系はやっぱりスモーキーなこうちょっと香りが強いので実は赤ワインが合うんですよ。だから鴨のスモークとかもよく赤ワインでね、チーズ、スモークチーズとかあるじゃないですか。なのでこのスモーキーなお魚には赤ワインが合います。うん、ワインも美味しいけど、いや魚すごい美味しいですね。絶妙なバランス。これはぜひ買ってほしい。今回はスモークサバ、スモークサーモン、あとお店にスモークタラコもありました。なのでスモーク系は多分その時の旬のお魚とかで作ってると思います。あとしめ鯖もありました。しめ鯖はすごい人気みたいで、帰省でね帰ってきた方がたくさんいたんですけど、結構みんなすごい買ってましたね、お土産とか自宅用に。で、キイチさん、さっきあの桜マス、あ、マスさばいてたじゃないですか。あのさばくのもすごい丁寧だから、やっぱね一個一個の切り身とかも捨てる部分が少ないから、可食部ね多いからすっごい大きくて綺麗なんですよ。で、灰干しも実はあの店頭でくるくるくるって回るメリーゴーランドみたいな機械をあの開発チームで作って自分で作ってんですよそのねちょっと動画はね今回ねあのあれあのないんですけど、こうやってくるくるくるって回る、これ何ですかこの機械って言って、これで灰干し作ってるんですよみたいな、干物作ってるんですよって言って、くる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 って回ってて、干物もすごい、島ホッケとかね、干物も美味しかったです。で、灰干しっていうね灰で作る干物もあるんですけど、それもすっごい美味しかったです。うん、私も冷凍でたくさん買ってきてるので、なんか冷凍だと3ヶ月は持つみたいなんですよね。だからねたくさん買ってもう近所にお裾分けしたりね、ちょこちょこちょこ食べたりとか、おつまみに食べたりとか、すごくいいなって思いました。なんか前ゲストで来ていただいたクレイジー鮮魚店の郷さんもロケ行きましたよね、あの神奈川のあっちの方にね、三浦半島まで、あの方の灰干しのお魚をこう取材した時にちょうどキーさんと会って、で、そこからハイボシさん、あ、ハイボシ、キーさんがハイボシを作りたいってことでね、商品開発して、今となってはご自身でもすっごい美味しいハイボシを作ってるっていう、なんかこう、1年前の話なんですけどね、やっぱりこう、情熱持ってる人っていうのは、研究熱心なので、商品開発も早ければ、その出来上がった製品の完成度もすごく高いなと思って、ちょっとね、今回は感無量でしたね。まあ、ちょっと他にもね、これから YouTube とかはもちろんこの CM でもなんですけど、私が美味しいなと思う こういうね一点ものこういう原座ワインとか、この高槻商店銀鱗のスモークサバとか、いろいろねお取り寄せできるものをちょっと紹介していこうかなってちょっと考えてたので、ぜひぜひ皆さんお取り寄せグルメ私と一緒に楽しみながら一緒に飲んで食べていきましょう。ということで VTR いきましょうか。どうぞ。自家製生で味付けも抜群。商品開発においては喜一さんが独自でやられてるんですか？そうですね、私とスタッフとで話す時もありますけど、基本的にはお客様からの一声で生まれる商品が多いです。商品開発において大事にしていることはありますか？やはりそのエンドユーザーさん、そのお客様の食卓がいかに笑顔になるかを考えての商品開発しています。価格帯は大体どれぐらいなんでしょうか？そうですね、原料、このお魚自体を使うのでそこまで安くはないんですけど、お値段以上 のクオリティは出します。では銀鱗さんでのおすすめの商品はありますでしょうか？そうですね、私たちの手掛けるスモークっていうのもものすごく人気は高いんですけども、私が寿司職人の時期があったので、魚の酢締めなんかが得意なんで、今はしめ鯖がものすごく人気を博しています。あともう一つ、昭和5年から続くお店なんで、干し魚はものすごく気合い入れて向き合って処理にしているところはあります。キイチさんの仕事で一番大事にしていることを教えてください。そう
そうですね、お客様の笑顔、これやっぱり大事に仕事しているような状態です。あとは命と向き合う、お魚はこれ食べるっていうことは生きることであって、ものすごく尊いっていう形なんです。ですからどこまでその命と向き合うかをやはりその深く深掘りしながら仕事に当て込んでます。将来目標にしていることはありますか？全世界中の、お客様、そのお客様の食卓が本当に魚であふれて笑顔で溢れてる姿を見ると、なんか背筋がゾワゾワしますよね。ギンニーさん、今回は取材を受けてくださりありがとうございます。新日高町まで来た甲斐がありました。とっても素晴らしいお魚屋さんでした。はい、ということでどうでしたか、魚プロジェクト。思ってるよりもすごいでしょ。最先端の魚の技術が私この新日高町っていうね、ちょっと遠い村に町にあると思っていなくて、ちょっと本当にびっくりしたんですよね。で、私もね、結構魚プロジェクトやってもう長いんですけど、いろいろな見たんですよね、その血抜きの方法を。1回にゲストで来ていただいたね、渦巻き処理の方とか、あとはまあ来てはいないんですけど、やっぱつもと式ってこう水でね血を抜くとかいろんなのあるじゃないですか。で、今回はまあ電気だったんですけど、まあ一貫して言えることはやっぱり魚を一番ベストな状況でどう食べるか、そのための処理っていうのにやっぱり皆さんこうこだわりを持って開発をして、今美味しいお魚が私たちのこのねご家庭に来るっていう、この過程なかなか見られないじゃないですか。で、まあ、もちろんこういう処理って、まあ、正直家庭だと難しいですよね。私は渦巻きはちゃんと市場に魚を買いに行くんですけど、じゃあ普通の方がお魚が好き、美味しいものを食べたい、でも渦巻き処理とかこのね、今回の雷神であったこの吉さんの魚が食べたいってなった時に、じゃあどうやって手に入るんだって、ここを多分知らないとすごく人生ってもったいないなって私は思って、いろんな猫の食材のルートとか、そのなんでこの食材にこういう処理をして美味しくするのか、それはどんな思いなのか、でそれは誰のためで、ね、今後どうしていきたいかって、そのビジョンが見えるっていうのはすごくこう縁全員が幸せになるような、ね、そんな素晴らしい取り組みだと思いませんか。ということで私はこれからもこういったことをね続けていこうと思ってます。で、ちょっと質問が何個来てたので、じゃあ1個いきますね。こんなえみダンスチャンネルいつも拝見しております、ありがとうございます。で、今回、VTR にないところでもきっと美味しいものや、観光地行ったと思います。もし印象に残るところがあったら教えてくださいということでした。そうですね、正直今回ちょっとダンスの方のお仕事もですね、私のまあ本業というかアーティストとしての仕事も少ししてきたので、まあ滞在期間はね結構長かったので、その中でこう今かいつまんだところしか部位にはしてないです。あとまあお話できる内容とできない内容もあるので、このできることしかやってないんですけど、面白かったのはこのワイナリー、今回この発見材ワイナリーさんだけを紹介したんですけど、もう一個富士のワイナリーさんっていうところがあって、そこのワインも美味しかったんですよね、なかなか。で、ここの逸話がちょっと私もうるっときちゃったんですけど、今は、親族の方で経営なさってるみたいで、その実は弟さんがもう亡くなってるんですよ。で、その弟さんの思いとして、こう無添加でこう体に悪いこう有害なものとかをこう全く入れない、まあ、添加物ですよね、入れないワインを作りたいって言ってワインを作り始めたみたいなんですよ。で、実はその弟さんの意思を継いでそのお姉さんがやってらっしゃるんですよね。正直そのまあ詳しくは聞けなかったんですけど、亡くなってしまって、じゃあワインどうするって言ってお姉さんが引き継いで、もう正直全然知識がない頃からワインを作ったらしいんですよ。なんかすごくあれなんですよね、ちょっとなんかうるっときちゃって、私なんか正直泣きそうになっちゃって、ですごくオーナーさんがいい方だったんですよ。で、そんな思いがあるのでぜひ飲んでくださいみたいな、ですごく道に迷っちゃっ
ってもう行くのもすごい大変だったんですけど、そういう時も電話何回もしたらすごく優しい、何回も教えてくれ、ありがとうございますねわざわざみたいな、なんか人っていいなって思うような、うん、その藤野ワイナリーさんもすごく良かったです。ただなんかね、あんまりこうワインわーって並べるのもあれなんで、それはじゃあ YouTube か何かでぜひ紹介できたらなと思ってます。あ、でちょっと1個来てるんで、これも、こんばんは、初めてメッセージします、ありがとうございます。福岡から YouTube で見ています。自分は趣味で動物のぬいぐるみパペット、手にはめて動かす動物のぬいぐるみを使って人形劇をやっています。おお、そこでぜひ番組で動物のパペットをやっていただきたいです例えばクマさんとかウサギさんとかぜひお願いします。 PS 自分が使っているパペットです。はい、なんかすごい素敵な可愛いクマさんのぬいぐるみが来ています。ありがとうございます。YouTube で見ていただいてる、すごいありがとうございます。じゃあ、私動物のパペット持ってないんですけど、なんかじゃあクマさんっぽい感じでやりましょうか。じゃあこんな感じでいいですか。じゃあパペットで、じゃあ私のちょっと思い出話を話したいと、声変えた方がいいですかね、話したいと思いますねなんか全然集中できないですよね、こんなんで何回も喋ったらまあちょっとじゃ あの声は変えないでおきますね。じゃあちょっとパペット風に。なので今回の、じゃあすみません、さっきの質問に戻るんですけど、感動したの、その藤野ワイナリーさんもすごく感動しました。で、魚のその卸の、実は中央市場ですか、卸売市場行った時も、実はですね、今すごく観光客が減っていて、前よりもやっぱり魚が売れないで、ちょっと大変だってお話を聞きました。で、前は場外って錦鯉のロケで、この前長谷川さんが100万円使ったの知ってますか。あれ場外なんですよ。カニバーンとかって、ほら高俊さんとかに30万円ぐらい買ってませんでした、バーンみたいな。で、あれは正直やっぱちょっと値段は場外はね、倍というかバーンと上がるんですよ。でも前はそれでもやっぱり観光客の方がガンガン買っていったので、やっぱすごくお店としては良かったんですけど、今となってはやっぱり観光客もいないし、でね、やっぱそんなに今こう、ね、バブルではない、バーって羽振りがいい人も少ないので、ちょっと大変っていうお話を聞きました。なので今回そのあれですね、競り場を見させていただいて、そこからこうね、カニがこう仕入れるまで、やっぱりなんでしょう、そんなに簡単じゃないんですよ。北海道だからってすぐに魚類がパンって新鮮なものが手に入るかと思えばそうじゃなくて、やっぱり人とのつながりの中で、この人は信頼ができるから、この人からじゃあ魚介類を買おう、いやこの人はすごい仕立てができるから、じゃあこの人だったら譲ろうって、そういう信頼関係のもとでやっぱりそのね、飲食っていう成り立ってるので、なんかそういう、せっかくだからあっち行ったら、やっぱりそういう観光地でもね、もうちょっと飲んだり食べたりしてほしいなって思いました。で、私も今回取材ですって言ったらね、特別なものをね、裏から出してくれたりとか、なんかこうなかなか手に入んないんだよって、さっき言ったリシリのね、ウニとかね、もうなかなかおっちじゃ手に入らないものをね、ヒュッと出してくれたり、やっぱ地元の人ってこうすごくあったかいなっていう逸話もあったんですよ。なのでもう札幌に行ったらね、ぜひぜひもう飲んで食べて楽しんでいただきたいです。あと、まあ、市といえばちょっと一瞬映ったんですけど、稲荷神社っていうのし、神社とかもやっぱたまに回るんですよね。まあ、そこの稲荷神社もね、すごい荘厳に綺麗ですよ。鳥居が10個ぐらいのがブワーって並んでて、そこの鳥居の中をね、こうワーって通っていくんですけど、なんか京都の伏見神社みたいな感じですかね。なんかすごい荘厳で、なんかすごいそこも綺麗だなって感動しました。いろいろあるな。ロープウェイのね、上に登った時の夜景とかもすごい綺麗だったし、景色が良かったですよね。あと北海道ってお水も美味しいからやっぱね、水道水でさえも全然美味しくて、なんでしょう、まあ正直これっていうのはもう V に出しちゃってるけど、決められないぐらい今回は良かったです。これでいいですかこれパペットっていうのかわからないんですけど、ありがとうございます。ぜひまた見てください。ということで今回はね、札幌ロケ、本当に人との出会いでやっぱ素晴らしいなっていうのと、やっぱコロナで忘れかけていたような、まあ、飛行機に乗って、まあ、新幹線でもいいんですけどね、ちょっと遠出をする、でその先で自分が、ね、誰とどんな時間を過ごして、どういうものを食べて、ね、時間を楽しむか、やっぱり人生は1回なので、やっぱり時間は命じゃないですか。自分の1分1分っていうのはやっぱりすごく命刻んでるものなので、すごく大事にしていきたいなって思ったので、これからもね、ここに行きたいと思ったら行くし、食べたいと思ったら食べるし、でそれを皆さんに私は発信するのがやっぱり自分の一個のなんか使命なのかなって思ってます。だってこれ知らなかったら
一生このね美味しいワインとか魚とかを知らずにね生きてたかもしれないじゃないですか。でも知ったことによって通販で飲めるし、通販で買って食べれるし、でまた私もどんどん紹介していくから、そうやってみんながね美味しいもの食べながら幸せな時間を過ごしていけたらなと思って発信していこうと思ってます。では今回1時間本当にありがとうございました。概要欄でいろいろ情報載せてるので見てください。また来月の第4月曜9時からこんなみ男子チャンネル。